中川先生の優しいビジネス研究、本日は経営管理論の第5シリーズ目としまして、管理の仕組みというお話をしていきたいと思います。この人々を組織として管理する時の手段として3つのものがあるということが今日のキーワードになります。まず前回の復習をちょっとしておきますと、前回はこの形だけでは問題は解決しきれないというのが話のポイントでした。前回はこの組織の形をどうやって作ります、具体的にどういう形があるのかというのを私は皆さんに説明してきましたけれども、この組織の形だけで全部の問題を解決しようとしても、どこかに必ず問題が生じてしまう。ですからその問題を解決するためには、形だけで全部を解決しようとしないで、必ずそこに管理の仕組み、運営の仕組みを組み合わせることによって組織というものは完成するわけです。こちらに表示しましたように、サッカーの布陣なんかがイメージしやすいですね。フォーメーションだけで試合ができるわけではなくて、その中で各選手がどうやって動くのか、決め事があってチームとしては上手に機能するわけです。で、ただしここで気をつけないといけないのが、この他人を管理する、組織として管理をするということはですね、何も他者を支配する、あなたの手で他人の生活を管理する、支配する、そういうことじゃないんですね。管理をするというのはむしろ上司としての役割、使命、責任であって、組織としてまとまって動くために、この must、must not、すなわち、しなければならないこと、してはならないこと、それから should、shouldn't、すべきこと、すべきではないことを人々に共有させることによって、ちゃんと組織として何が正しい行いなのか、何は正しくないことなのか、それをきちっと決める作業ですから、これは必ず経営陣や上司がやらなければいけないことなんです。これをやることによって、組織の中で働いている一人一人は、迷いなく行動できるようなんです。これがポイントですね。むしろ、この、should, shouldn't, must, must not が整理されることによって、個人は道に迷わず、この会社の中で何をすべきかを理解する。何はしちゃいけないのかを理解しますから、そのガイドラインの中で最大限個人が自由に動けるようになるわけです。これが重要なんですね。自由に動けるようにするため、迷いなく思う存分行動させるようにするためにこそ、ガイドラインとしての must, must not, should, shouldn't、 これが必要になるわけなんです。じゃあ具体的な手段、先ほど見ましたけども3つあるわけですね。この3つ必修です。いや、もしあなたが組織を管理する役割、経営をするという役割になりましたら、人々の行動を管理するための手段は3つなんだ。この3つ絶対覚えてください。まず第1が数字目標を定めること。これは必須ですね。会社として明確な数字で目標を与えてあげると、みんながやっぱ迷いなく行動できるようになりますから、数字目標を定めてあげるというのが第1。そして第2には、数字を達成するために具体的にどういうことをやるのかという行動のルールやマニュアルを設定してあげること。具体的に文章化されたやり方、ノウハウ、ハウトゥー、これを与えてあげるというのが第2。そして第3には、ただただ数字目標が降りてきて、かつマニュアルルールがあるだけでは、これではまだ人々は動けないんです。なんでこんな数字に従って動かなきゃいけないんだ、なんでこんなマニュアルに従って動かなきゃいけないんだ、そこのところを腹落ちさせてあげるためには、ビジョンを与えている必要があります。この数字目標の後ろにはこういう理念があってね、なんでこういうマニュアルになってるかというと、うちの会社にはこういう目標があってね、そういう会社としての信念、ビジョンのようなものがあって、それに紐づいて数字目標やマニュアルルールがあるから、人々は行動できるようになるわけです。そんなわけでこの3つがそれぞれに組み合わさっています。数字目標、マニュアルルール、そしてビジョン、この3つをうまく組み立ててあげることによって、人々が気持ちよくその会社の中で働けるようになるわけです。もうちょっとだけ各要素を詳しく説明していきたいと思います。まず第1には数字による管理ですけれども、これは目標は売上金額いくらだとか、不良率何パーセント以下だというように数字を与えてあげて、それをみんなで目指そうという非常にシンプルなやり方です。で、これは組織の管理の基本なんですね。なんで基本かといったら、数字目標がない状況をイメージしてください。何を目指していいか分かんないと思いません？ただただふわっとぼんやりした目標だけ与えられる、売上伸ばしてくださいとか、
新事業を立ち上げてくださいと言われても目標を持って動けなくなるわけです。なのでこのみんなの目線を一つに揃えるためにも数字を定めてあげるっていうのがとっても大切になります。ただしこの数字の設定がですから一番重要で一番難しいということを強調しておきます。数字目標が高すぎるとめちゃくちゃブラックな会社になりますね。絶対達成できないよ、達成できなかったらペナルティがあるよ、そういう状況では人々がむしろ非常にこうストレスを感じてしまいます。一方で目標が低すぎてしまったら組織としての潜在的な力を発揮しきれないわけで、数字による管理が原理原則第一であるとして、そしてここの加減こそがまさに組織管理の一番の命綱、最も重要なところになってくるものです。第2の管理の手段はマニュアルとルールでしたね。どういうふうに行動しなさいという具体的かつ直接的なものです。ここに関して若い人ほど特に勘違いしていることがあるんです。マニュアルルールがない、すなわち裁量権があってどういうふうにやっていいかあなたに委ねられてるんですよっていう仕事のことを、よく若い人は裁量権のあるいい仕事って言い方します。でも中で働いてる人はご存知ですよね。働く上ではやり方を教わっていろんなノウハウを身につけてこそあなたは上手に社会で活躍できるようになるんです。その意味で人を育てるという面でも裁量権を与えて自由判断をさせるのも、これはこれで育て方の一つですけれども、基本的なやり方は教えてあげる必要がある。この意味でマニュアルルールをしっかり定めてあげて、まず若いうちは、まず会社に入ってヤングキャリアのうちはこのやり方を身につけましょう。こちらの方がむしろ人が育ったりするわけです。そんなわけでこの裁量権という言葉気をつけましょうね。裁量権があるというのがいい会社のように聞こえますけれども、ちゃんとマニュアルがあった方が迷わず行動ができ、かつそのマニュアルを身につけて成長することもできるんだという側面があること。まあですからここもやっぱりバランスの問題です。あんまりマニュアルガチガチでは苦しくなってしまうけど、何にもなければどうやって動いていいかわからないわけですから、必要最低限のこういうことをやりましょうっていうのを与えてあげるのはやっぱり管理職としての経営層としての仕事だということを強調しておきたいと思います。ただしですね、先ほども言いましたようにこの数字とマニュアルだけで管理しようとするのが今日たまに起こる失敗なんですね。数値目標が定められて、適切な数値目標だったとしましょう。そして良きマニュアルがある、適切なマニュアルだったとしましょう。この二つだけ与えて、じゃああなたなりに働いてやってみてください。見事にマニュアル通りにやって数値目標達成できました。それで個人が満足するかというと、そんなことなさそうだというのは皆さんすぐ気づきますよね。この数字目標を達成するってことに何の意味があるんだ、ボーナスがもらえる以外に何か他に意味があるんだろうか、数字目標の背後にある意味を忘れてしまいます。なんでこのマニュアルに従わなきゃいけないんだ、マニュアル以外のやり方したっていいんじゃないか、マニュアルに対する疑問が生じてきます。つまりこの数字とマニュアルだけでは、それだけに従っているうちにそこの中にいる人々は働く意味やここにいる意味を見失っていってしまうんです。だからこそ第3の管理がとっても大切なんですね。ビジョンをきちんと経営層として定め、上司として噛み砕いて説明してあげることによって、このビジョンを、組織としてのビジョンを腹落ちさせてあげる、実現したい未来像をきちんと中で働いている人たちに与えてあげるっていうのもとても大切なことなんです。先ほどまでの数字とマニュアルのことをハードコントロール、ハードウェアですね、カチッと決まったハードなものだとするならば、こちら側は組織の管理のソフトウェア、ソフトコントロールと言われます。柔らかいものであって、必ずしもそれでバシッと目標が定まったりとかやることが定まるわけではないんですけれども、心の部分をケアしてあげて、そうだよな、この理念に賛同したからこの会社にいるんだよな、それを思い出させてあげることによって、マニュアルルールをしっかり運用できるようになったり、数字目標をぜひそれを達成しよう、そういう心のエネルギーが満ちてくるようになるわけです。そんなわけで数字目標、マニュアルルール、ビジョンという3つこそが管理の原則、管理の基本、これをやることこそが経営者としてやるべきことなんです。そしてなぜやらなきゃいけないかももう皆さんお分かりですね。これらがなしに働くというのは、中で働いている人たちにとってむしろ不幸なことです。どうやって働いていいのか分かんない、なんでここにいるのか分かんなくなってしまう。
そういうことを防いで、この場で働く意欲を与えてあげて、前向きに働けるようにするためにも、数字目標、マニュアルルール、ビジョン、きちんと設定してあげて、働きやすい環境を作ってあげる。それが管理の仕組みというものです。この動画が役に立ったなと思った人は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。また、中川に何か質問があったり、こんなことを扱ってほしいという疑問があったりしましたら、ぜひコメント欄に寄せてもらえたら幸いです。また、ぜひ周りの人にシェアをよろしくお願いします。